あつのり TV よいしょはい、いやはい、高視聴率のびっくりしたあつのり TV がこんなところにいきなりやるんだってなって、はい、いきなり挟まるというはい、びっくりしましたね、はい、何なんですかこれ。いや、まあ、このソファーが来てから僕ここで撮ってないんですよ、実は。あー、一回も、ね、そうです、うん、座り心地、ちょっと座りたい座りたいな、座り心地いいでしょ、はい、座りながら話したいなと。あ、なるほど、なるほど、はいはい、というのは一つなんですけど、ありました。いや、本当はですね、はい、今、まあ、いろんな動画の中でコメントをたくさんいただいてるんですけれども、その中で僕は見てて、まあ、日産の、アシスタント時代の話が聞きたいですみたいな、まあ、こういうのね、何件か、まあ、見たこともあるんですけれども、日産がどういうふうにして、この日産になったのか、まあのを多分聞きたいんじゃないかな、なるほどね、そのアシスタント時代、どういうふうに過ごしてればいいの、それと、またこう、日産のアシスタント時代っていつですか、もう何年前ですか。もうだって、それはもう20年以上前ですよ。ですから ね、はい、なので、やっぱりちょっと時代は、変わって、だいぶ変わってるよね、はい、あとはね、昔のね、昔話がたまに出てきますけど、雑巾で顔グリグリされる、あれ俺じゃないか、されるような、まあ、美容室の、ね、時代から、まだ変わってきて、まあ、働き方改革であったり、なんかね、そういったことがあるんで、まあ、今の時代のアシスタントなら、まあ、日産がその、ね、アシスタント時代に戻ったのなら、今の時代にね、はい、こういうふうに。していけば、まあ、美容師としてがっつり生き残れるぞみたいなね。なるほど、なんかそんなんが聞ければなと思って、ちょっと来てもらったわけですよ。ねえ、本当にね、はい、何年ぶりですか、5年ぶりぐらいですか。5年ぶり5年ぶりぐらいの、もうほんまにねえ、はい、見さかたぶりで忘れかけてもうね、多分忘れられてるとは思うんですけど、はいはいはい、ただまあ、ちょっとね、コメントで初乗り TV どうですかみたいな、こういうことも、ちょっといただいて、泣きしもあらず、はい、なのでね、はいはい、ちょっとお届けしたいなと、はい、そうなんです ですか、はい、で、まあ、そのアシスタント時代ですよ、まあでも、あれやろね、ぶっちゃけ、まあ、自分で言うのもないけど、はい、もうめちゃめちゃやってたよね。やってた、もうの練習とか勉強とか練習とか、むちゃくちゃやってたね、はいはいはい、確かなんかめっちゃスタイリストになるまで早かった。もうそうアシスタント時代といえばむっちゃ短かったんですよ、はいはい、まあ俺バーバー出身じゃないですか、はいはい、だからバーバー時代が1年2ヶ月なんでね、アシスタント、はいはい、でもあのまあまあ運もよくね、はい、ちょうどこう上のスタイリストの人が辞めたんで、はいはいはい、まあ、運もよくそれに合わすような感じでこうスタイリストになることができて、バーバー時代にもスタイリストね。そうスタイリストとか、まあまあ着る人にね、だから1年2ヶ月だったんですよ、はいはいはい、でそこからまあ、あの美容師に転向して、はいはい、でまあ美容師のアシスタント9ヶ月だったんで、あ、美容師のアシスタント9ヶ月、うん、そうですね、だからまあ正直2年もやってないっていうのが、なるほどですね、うん、はいはいはい、アシスタント時代といえばアシスタント時代だったんですけども、はいはいはい、まあ、時代的にやっぱりね、厳しかったっていう時代も、はい、まあ、もちろんあったけどね、はい、うん、でもまあめちゃくちゃ練習したっていうのは、あの自分の記憶にあるね。ひたすらやってたよね、っていうか、なんていうかな、それしか興味なかったっていうか、うん、だから全ての興味がそれやった、もう自分が上手くなること、はいはい、こう美容師としてね、あ、はいはい、あの美容師として成功することっていうか、あの、まあ、生き残ることっていうのが、まあ、当時目的だったんで、はい、もう興味がそれしかない。普通趣味とかあるやん、はいはい、例えば漫画好きとか、はいはい、あの、まあ、テレビ好きとか、今や仕事とプライベート、そう今や仕事とプライベートね、両立させたい、何ていうんですか、ワークライフバランスっていうんですか、はい、まあよく分からへんけど、はい、俺はもうワークしかなかったから、まあ、いや、まあ趣味が美容、まあ言うてるね、趣味が美容みたいな、まあそうだぐらい、一気にハマっていったんですか。まあそうやろね、だからまあ正直その厳しい時代っていうのもあったけど、はい、もうほんまに厳しい時代だったんですよ。厳しいというのはその例えば、まあお店がまあ週に1回休みやね、はいはいはい、それは普通や、うん、で、まあ、いわゆる今はもうね、うちでも完全週休2日、はい、プラス夏冬、はい、長く働いた人にはリフレッシュとか、はいはい、
失恋したら休みとか、まあ、別に病欠も別にいいですよとか、まあ、あるじゃない、はい、ね、何日休みあんねんみたいなさ、はいはい、ことでしょ、はい、100日ぐらいあるわけじゃん、はいはい、言ったら普通に100日以上あるわけじゃんか、はいはい、だから、まあ、当時は週1日だったんですよ、当たり前のように。でこう自分で取れるようなこう有給とか、うん、まあ、そんなもんもう一切ないし、うん、でまあレッスンはもう毎日やれよぐらいの反強制的な毎日やれよみたいな、はいはい、がまあそういう時代があったんですけど、はい、でも俺結構あの趣味それやから、はいはい、うん、その子に対する苦はなかったですね、その全くなかったね、あーみたいな、そう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 、うわーみたいな感じ、そう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 、だからさ、なんか高校球児が甲子園目指してやるやん、はい、で学校終わったらまあ部活で野球の練習するやん、はい、毎日やるやん、で土日休みもまあ野球の練習するやん、はい、でもそれだけで甲子園のレギュラーになって、うん、まあプロとか目指そうという子は、じゃあ学校終わってからの毎日土日も部活に参加しとるだけでなれるかっつって、まあなれまへんわね、まあ、そうですね、ああまあなれまへんでと、はいはい、っていうような感覚だからさ、はい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 、だから家で当然素振りする筋トレするとか、うん、まあ、当たり前やし、うん、なんなら自分はそれを望んでいるっていうところはまあまあ自分で言うのもないけど、うん、まあ、正直ありましたね、はいはい、だから家帰ったらもう美容雑誌しか並んで、へえ、うん、で当時はあのビデオでしたけどね、あ、はいはいはい、ビデオテレビ見るとしたらそのビデオテープしか並んで、はいはいはい、うん、なんかそんな感じ、教材はもうビデオテープとか、ビデオテープかまあ美容雑誌かっていう本かっていう、うん、ね、うん、あとはまあその足運んでまあセミナー行ったりだとかっていうふうなことがあったりとか、まあお店のなんていうかな、この撮影会とか、はい、うん、なんか休みの日にレッスンするお店とかもあったからね。ああそうなんですね、うん、ぶっちゃけ60日間ぐらい、あの、あ、いや遅いよ、気づいたら60日ぐらい働いてるなっていう連続でね、うん、なんかそんな時も普通にありましたね、はいはい、じゃあそれがまあ楽やったかって言えば楽じゃなかったけど、その時は、じゃあ苦しかったかって、しんどかったけど苦しくはないみたいな、まあそんな感覚はあったよね、うん、うん、なるほど、そういうふうに持っていくためっていう、まあまあ二さんはもうその自然にうわっとだったと思うんですけど、うん、なんかその持っていきようというか、うん、なんかそういうところでこうくすぶってるみたいな人もおるんちゃうかなっていうふうに思うんですけど、うんうん、なんかやっぱそこはもう自分自身でやっぱ、うん、気づき奮い立たしみたいなことしかやっぱないんですよね、うん、いやーどうやろうね、そこはちょっとなんていうの、運が良かったなと思う、あ、うん、ただそういうふうにこう自分が興味を持てたっていうのが、あ、はいはい、うん、なんかすごい大きかったんじゃないかなと思うけど、やっぱ興味がないものに対してやっぱり興味を持てっていうのは結構難しいじゃん、うんうんうん、と思うんですよ、そうですね、はい、例えば俺学生時代はね、あの全然勉強興味持てなかったからね、はい、もう特に英語なんてほんまでっけえだからね、はい、うん、英語を死ねばいいのにと思ってたからね死ねばいいの、うん、って思ってたから、だからじゃあ英語に興味を持てってね、うん、英語喋ることだったら外国人とコミュニケーション取れるんですよ、うん、興味持てって言われてもやっぱ持てないから、まあ、だから美容の練習が嫌いっていう人にもう強引に興味持てって言ったとしても、うん、まあ、すぐには持てないよね、うんうん、とは思うよね、はいはい、うん、だ俺はこう社員に言ってるのはなんていうかな、騙されたと思って1ヶ月間だけめちゃくちゃ練習してみてっていう、うん、騙された、1ヶ月間何かしら一つのものに集中して、練習すれば必ず今の自分より何か一つでも二つでも積み上がるからって、うん、その積み上がることによって周りの反応ちょっと絶対変わるからっていう、うん、うん、例えばお客さんが今までよりうわなんか全然あれよねブロー上手くなったよねとかって、うん、ひょっとしたらそういう声がかかるかもしれない、はい、シャンプー気持ちよかったねっていうふうに言われる回数が上がるかもしれない、そういう成功体験を積み重ねたら、うん、ちょっとそれ嬉しいやん、うん、自分が頑張ったことに対して誰かに何か褒められたら嬉しいやん、はい、
そういう成功体験をずっと積み上げていったら多少興味を持てるようになるかもしれないっていうふうには、なんかあのそういうふうには、はいはいはい、あのうちの社員には、ね、言ってるんですよ。だから騙されたと思って集中して1ヶ月間ガッてやって、はい、ちょっとの成功体験感じてみてって、うん、あとそれ積み重ねるだけやからみたいなことを言ってるんですけど、はいはいはい、俺ほんまになんか多分心底多分その時はめっちゃ興味持ってたからね、美容師としてこう成熟していくことに対して、はいはいはい、もうその時にはイメージはあったんですか、こうなるみたいな、美容師として。まあでもなんていうんやろ、もう単純に面白かったよね。ああ、うん、やっぱまあ男性なんでやっぱ女性キレくして喜ばれるっていう、あ、もうその工程自体が あの普通に楽しかって、あ、じゃあもっと喜ばしたいとかってやっぱり思うし、はいはい、でそのためにやっぱりこう好んでやっぱり勉強したくなったっていうのが、うん、まあ正直、はいはい、うん、あったんで。なるほど。やれることとかをやっぱり自分でこう引き伸ばしていった時に帰ってくる、うん、まあ、お客様の反応がどん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 こうどん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 変わってきて、やっぱりこうちょっと上手くなったりとか成長していくと、やっぱりこう周りのスタッフとかのなんか見られ方とかも全然変わってきたりとかしたんで、はい、うん、やっぱそういうのであの単純にやっぱ面白かったっていうのがありますよね、はい、うん、だから帰って音楽聴くとかゲームするとか女の子とデートするとか、はい、っていうのが全部もうそんな隙間はなかったいやだから別にゲームするんやったらなんかその美容雑誌読んどほうがおもろいとか、ああ、もう単純にそっちの方が、そう、映画見るんやったらなんか美容のビデオテープ見てる方がおもろいとか、はいはいはい、うん、なんかそんなほんまにそんな感じやったなっていうのは ありましたね。なるほどですね、うん、でもまあプラスその強制的にねやっぱりこう練習させられてた時もあったからね、はいはい、あるからね、はい、もう終電乗らせてくれないとかね、終電乗らせてくれないのはね、はい、俺まあまあ好きやったけど、はい、あのしんどいよね。あ、そらしんどいです。しんどいよ、終電乗らへんのどうすんねんって話、はい、もう止まるしかない。いや止まるっていうかね、結局ね止まるって言ってもまあお金ないわけや、はい、あ、まあ、近く住んでる人の家に泊まるのもあれやし迷惑でしょ、はい、まあ、まあ何回か泊まったことあるんだけど、はい、でもなかなかちょっと今日は無理やなとかって言う時とか、俺はだから始発まで店であのじっとしてたからね、始発まで店でじっとして始発で家に帰って1時間寝てまた来るみたいな、うーん、そんなんもありましたよ、はい、それがさすがにねちょっとねしんどいかったなっていうような、そういうのをね半ば強制的にさせられてたっていう部分が、はい、ありますけど、まあ、今はないでしょうけどね、ほとんどね、そうですね、聞かないですけどね、聞かないよね、はい、いやだからねその、まあ、昔の環境で言ったらねやっぱりねそのやるべきことっていうかやった方がいいことやんか、はい、そういう努力とかって、はいはい、ね、はい、言うても競争社会やからね、はいはい、やった方がいいわけとか、はい、やった方がいいことを仲間強制的にさせられてたわけですよ。だからまあ学校の勉強みたいなのはね、はい、うん、国語とか算数とかまあまあできた方がいいわけじゃん、はい、社会生活していく上で、はい、ね、でもそういうのを半ば強制的に小学校中学校と義務教育で習うわけじゃん。でそういうのが美容業界には昔はあったんですよ、うん、ただなんやかんや、はい、働き方改革美容業界ほぼブラックみたいなね、まあまあ当然そういうふうにも言われることもまあ意味わかりますけれども、はい、でも働き方改革とかでねもう本当にこうどん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 その以前に比べるとホワイト化してるっていうのは現実じゃん、はい、でも逆に言えばね努力する機会を会社とかお店が与えてくれないとも言えるんですよ。わかるよね、はいはい、だからもうここまでしかお店におれないから、うん、ね、安いのもこんだけ取らなあかんから、はいはい、っていうふうになってきた時にそうなってくるとね言うてもやっぱ競争社会なんで、はい、まあ、少子高齢化っていうのもあってね人口も減ってるわけじゃん、はい、ね、俺がね調べた時にはね、美容師一人当たり、はい、美容師一人当たりっていう言い方おかしいな、日本人の200人に一人ぐらい、はい、理美容師さんがいるんですよ。おお、そうなんですね、うん、現在登録してるね、はい、うん、理美容師さんいるんですよ。ってことはね普通に考えて一人当たり200人ぐらいしかお客さん使えない。そうですね。ほんなら普通に考えてそのお客さんの平均来店が
まあ、3ヶ月やったっすよ、はい、なんか1ヶ月70人しかお客さん来ないんですよ、うん、日本人の平均単価考えて、はい、大体理美容院に平均でお金払うのね、1回あたり5000円、うん、5000円、うん、まあ、5000円も最近払えんかもしれない、4000円ぐらい、まあ、安いとこもいっぱいあるわけじゃん、はい、ね、でも5000円ですよ、はい、1ヶ月70人しかお客さん来へんのに平均でやで、はい、5000円しか払ってくれなかったら1ヶ月も2回それ35万でしょ、はい、さあ食べていけますかって話あるんですよこれ平均ですよ、はい、だからもっと低い人もいると思うんですよ、はい、だからやっぱりこうね、美容師がなかなかこう続けれないっていうのはですね、やっぱりね、なんで続けれないか、まあ、特に男性美容師はね、なかなか続けれないっていうでしょ、これやっぱりね、収入の問題っていうのがね一番だと思うんですよ。収入さえ普通にね、美容師普通にやってたら、はい、年収500万600万、うん、いけるで普通にやってたら、はい、っていうんであればね、俺みんな続くと思う、ね、そ続かへんのなんで続かないですかって、まあ、そういうふうにこうね、あの日本の人口をまあ理美容師で割るとやっぱりちょっとこう人口の割にはやっぱ多いわけですよ、うんうんうん、つまりそんだけ競争が激しいっていうふうなことになってくるわけですね、はい、ね、そういうふうな環境があるにもかかわらず、やはり働き方改革、いや別に俺はそれを否定してるわけじゃないですよ、はいはい、ってなってきた時にはね、うん、やはり働き方改革だのなってきた時にはね、じゃあそれぞれが働く時間を制限されているとするならば、勝ち残るのは誰ですかって言ったらもう才能ある人、うん、才能ある人しか勝ち残れへん、はい、ね、いやでも自分には才能ないんですってなったら、これ努力するしかないよね、はい、時間かけるしかないよね。ほな今1日ね、だって8時間ぐらいしか働きませんと、ね、はい、週休2日やってますよってなってきたらね、残りの時間をやっぱりね、どれだけ、自分が仕事に使うかによって、その結局競争に勝ち残れるか勝ち残れないかっていうのが、うん、まあ決まってくるっていうのが、うん、まあ、普通の考え方っていうか、うんうん、当たり前のことかなっていうふうな気は僕はしてるんですよね。なるほどですね。そこまで細かくこう数字を出すと、数字に出すとかなりリアルにこうグッと、ね、うんうん、でもそれは普通やからね。なんとかしてちょっと日本人口増やせよとかね、はい、美容室減らせよとかで、それはまあ一人の力でやっぱ動かせないもの、ね、外側のね、そうそうそう、ね、うん、だからやっぱりその本当にこう競争社会なんで、はい、やっぱりその中でやっぱどうやって勝ち残るかって、うん、いうふうなことを考えると、はい、やっぱりこうよっぽど才能に長けてる人以外は時間かけないといけない、はい、じゃないかなっていうふうには、はいはい、うん、なるほどね、そうですね。そしたらわけですけど、ね、その時間を、うん、まあ、西さんがこの年じゃないですけど、まあ、うんうん、この時代にアシスタントになったら、うんうん、どういうふうに勉強して、うん、みたいな、まあ、昔は雑誌でしたけど、うんうん、みたいなところは何かありますか。まあそうやね、まあ自主的にやっぱいろいろやるやろね、自主的にやるやろね。でまあお店でね、営業終わった後残らせてくれてやるってするならば、はい、まあ当然そら毎日練習っていうのはまあ普通にやるやろなと思いますけどね。うん、まずはベースはね、うん、そうそうそう、はい、ね、現代はね、あのね、やっぱり結構その、まあ、こういう YouTube とか、はい、割と情報がすごい入ってきやすくなるよね、はい、うん、自分のフィーリングにある情報もさ、やっぱりこう選別しやすいわけじゃん、はい、ね、美容師さん YouTuber も結構多くなって、はい、多分一人ぐらいは、あ、この人なんか言うことこと分かりやすいなとかって、うん、まあ、自分の、ね、そうそうそう、言う人とかいると思うんですよ、はい、でそんなんとか見ながら、まあ、家でまあ練習したりとか、まあ勉強したりとか、まあ家でこうやって頑張ってきたものをやっぱり実際にこうサロンでこう試すとか、まあ試すって言い方悪いけど、はい、そういうふうにやっぱりこうやっていくしかないよねっていうふうなことなんですけどね。ただ昔はそれを強制的に全員がやらされてたんです、反強制的に全員がやらされてた。だけど今例えば週休2日になってね、レッスンもほとんどなくなってしまって、営業後にねっていう状況の中で、ほとんど、いや、ほとんどって言い方はちょっとあれかな、多くの人はやってないと思いますよ、うんうん、っていう環境の中やったら、やっぱね、やった人は以前に比べたら伸びやすい
はいはい、競争率は下がってると思う。いやそう普通に考えたらそうでしょ、はいはい、強制的にもうバシバシ、うん、鍛えられてた時代から、はい、やっぱりもうどん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 こう労働環境をホワイト化してるからね、うんうん、やっぱそれはやっぱり人間さパッと店離れて自分一人だったらそれは好きなことしたくなるやん、うん、そりゃ今日はもう帰ってもうマリカーやとかねマイクラやとかまあよくわかりませんけど、はい、ね音楽聴こうとかね、はい、そんな環境ありませんやん、はい、だから今こそやっぱりこうやっていくべきなのかなっていうふうなことやとは思いますよね。まあ、こんだけ情報が入ってくるとですね、すごくまあいろんなもの見れるじゃないですか。すると自然とこう見るものが多くなってくると、こうなんかこうセンスもそうですけど、まあ広がってくるようなイメージもありますし、また技術もね、昔に比べてカラーのまあカラー自体がこう良くなってるとかっていうのがあって、美容師自体の全体的なレベルってやっぱまあ上がってるような感じではないんですか。結局ね、だから強制的に練習とか勉強しなくてもまあなんか許されるような状況が全体的にあるわけ、はいはい、あるわけ。でもその中でやっぱ上の方の人はやるんですよね。やるような人たちはやっぱりその昔強制的に練習をされてた人たちよりやっぱやるんで、でもそういう人たちからしたら、はい、やっぱり情報がめっちゃ入ってくるし、すごい技術がこう学びやすいこうなんていうか土壌みたいなのがあるわけじゃない、はいはい、だそんな中で育つんで、やっぱりレベルは上がっていくよね、その上の方の人、はい、ただやっぱりこうあんまやんない人のレベルはやっぱり下がっていくよね、昔に比べたら。だからその差が、うん、そうっていうのがやっぱりあるとは思いますけどね。だからまあそれで、まあ、レベルが上がるのか下がるのかって言ったら、まあ、なかなかこうね一言では言えないところだけど、はい、やっぱ上の方のレベルはどんどん上がっていくよね。こうやって SNS とかでね、まあ、YouTube でもそうですけど、まあ、どんどんその自分たちのやってることとか、今いいと思うスタイルとかどんどん個人で発信しだしてるんで、はい、その辺のなんていうかな、新しいデザインだとか、はい、テクニックのやっぱりこの流通っていうのは、うん、昔とは暗いものにならないから早い、はい、誰もがいいと思ったら真似しやすいしっていう風な状況下にある中で、はい、だけれどもその教育の強制っていう部分ではものすごくこう緩くなってるっていうところがあるからね。そしたらそれやっぱり若いうちから自分自身でやっぱ、まあ、なかなか会社が作れない状況の中、自分自身でそういうこう、うん、やっていく、うんうん、もう時間をどういう風に使うのかっていうことを意識して勉強していく、うんうんみたいなことの土壌がアシスタント時代から作られていくと、非常にこういろんなこうものを見た時の成長度合いというのはどん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 上がっていくみたいなイメージですかね。うんうんうん、まあそうやね。だから、まあ、やる人とやらない人のやっぱりこうすごい差がつきやすくはなってるっていう、まあ、部分ではあるけどね、はいうん、確かにね。もうなんかYouTube 見てたらいろんな動画見て1時間過ごしちゃいますしね。うん。そうだね。いつの間にか。いつの間にか、あれ、これがしたかったんちゃうのみんな、まあ明日にしとこうかみたいなことにはなっちゃいますから、うん、今の時代であれば、自分の中でやっぱまあ言うたら、ちゃんとこう、目標を持って、成長する姿を見据えてやっていくと。そうだね。うん。ただね、なんていうかな、まあ、ちょっと思ったことがあって、はい、なんか、こう YouTube とかね、はいまあ、Instagram とかで、まあ、割と発信してる人で、うわあの人すげえなとかって思う人がいるわけじゃないか、ねはい、でやっぱりその人すげえなって思う人がいたら、結構みんなねすげえことを真似しようと思うわけ、はいはいね、ちょっと派手なカットだったりだとか、ちょっと派手なカラーリングだったりとか、はい、このスタイリングだったりとか、すげえことを真似しようかなと、まあ、思うわけですよ、はいまあ、それはそれでいいんですけど、ただね、じゃあね、その人がね、どういうふうな歴史を歩んできたのかっていう、うんうんうん、そこを見た方がいいよね。あ、うん、できればそこを聞いた方がいいよね。あ、うん、特に今やね、結構ライトに聞けるような、まあ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 、そういう環境かもしれないですけどね、はいうん、気軽にダイレクトメールをこう送って、そうですね、あるじゃないですか。実際に YouTube のコメントでこういうふうに、ね、こういうふうな動画も、はい作ってるわけだからね、はい、だからその人はどんな歴史をしたの、どんなお店で働いて、どういうこう過去を歩んできて、で今この状況になってんの、うん、みたいなところをやっぱり見ないと、その上の今花ばっかり見たとしても、
その花にはなれないわけ。パッと咲かない、うん、そこをその花が咲いた土は何なの、種は何なのっていうところをやっぱり見ないと、なかなかこう本質的に、なんていうかこう実力っていうのはね、こうついていかないと思いますよ、うん、なるほどね。そういう目もまた若いうちに見ておく、うん、そうだね、うん、で結構若いからこそ聞けるってあるじゃないですか、うんうん、年と取ると今更こんなこと聞けへんかみたいな、うん、あるので、やっぱりそれ若いからこそ今使える武器というか、そうだね、うん、なんかそんなあるような気がするんで、うんうん、どん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 やっぱりね、うん、そのアシスタント時代にいろんな人に会いに行って聞きに行ってみたいな感じにしてもらえたらね、うん、そうだね、はい、まあ、これもまあ一長一短なんだけどね、はい、例えばまあ昔言ったらね、はい、セミナーオタクみたいな人がいて、はい、いろんなところのセミナーをね、うんうん、行きまくって、はい、調べまくって、はい、っていうね、そういうのもあんま良くないですよ。あ、何にでもなれるわけじゃないんですよ。例えばで言ったら、はい、まあ、よく分かんないけどサッカーで言ったらね、メッシの技術と、はい、ね、クリスチャーノ・ロナウドの技術と、ね、俺ちょっとあんまサッカー詳しくないからなんでサッカーに野球じゃなくて、ね、名前出てこない野球じゃなくてなんでサッカーに名前が出てこない、そう野球かなと思ったんですけど、うん、でもまあゴールキーパーって有名な人の、はい、まあ、ゴールキーパーの力と、はい、例えばそのもう監督で有名な人の監督の能力と、はい、こう全部を自分にはやっぱりこう入れないわけじゃない、わかる、はい、だから自分という存在は一人でしかないわけですよ、うん、だから自分は何を中心に育っていくべきなのかっていうふうな、はい、そういうのをある程度、初めはある程度いっぱい見ていっていいんですけど、うん、やっぱりある程度見たらちょっと、あ、俺はこのラインかなっていうのをやっぱり選ばないと、ずっとずっとあっち聞き、あの人はこう言っとった、この人はこう言っとった、あ、それが今はこれなんや、今はこれなんや、でもあっちこっちあっちこっち行っててもね、全然こうなんていうかな、積み上がっていかないっていう時もあるんですよ、うんうん、それはまたタイミングに幅広い視野を持つからこそ、まあ、自分の生きるべき道みたいなのが見つかる時もあるんですけど、うん、ずっと幅広い視野を調べまくって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 して、同じとこぐる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 回ってる人たちも中にはいらっしゃるんでね、うん、そういうのもあんまよくないなっていう、はいはい、まあ、これもまあまあすごいちょっとね、こうなんていうか矛盾してる話に聞こえるんだけど、うん、はい、そういうこともありますよっていうような、なるほど、ね、うん、ことですよ、はい、うん、だからね、俺がおすすめするのっていうか、まあ、俺は、うん、ずっともういろんなものを見てた、うん、セミナーオタクと言われるぐらいいろんなセミナーに、まあ、2年か3年とか行って、でもうその美容雑誌ももう何年も読んで、いろんな技術を見たりとかしてたんだけど、そういうふうにしながらもある程度自分がマークする人を何人か絞ってたからね、うん、あ、この人は多分俺が考えてるなりたい方向のことを言ってるなとか、うん、なりたいラインの先にいる人だなっていうふうな、もう何人か絞ってたんですよ、完全に。そういうふうに絞りながらも今いろいろこう見てたっていうふうなところが、あるんで、はい、うん、なのでまあある程度こうね、まあ、美容師としてこの年ぐらいまで生きてこれたかなっていうのも、まあ、あるんですけどね、はいはい、うん、まあ、そういう考え方で勉強するのが、まあ、俺個人はいいと思う、うん、確かに今、ね、情報がいっぱいあって、いっぱいあるからね、余計に広がりやすい、目移りしやすい、そうですよね、うん、ただ本当にこう全ての人の特徴をね、もう何でもできる全ての人の特徴を得たスペシャルな人っていうのは無理なんでね、うんうん、メッシとクリスチャーノ・ロナウドは同居しないように、うんうん、ね、メッシはメッシの力があって、まあ、それでもスーパースターなわけですから、うん、クリスチャーノ・ロナウドはクリスチャーノ・ロナウドの力があってスーパースターなわけですから、あと他に名前出てきませんけど出てきませんけどね、うん、やっぱその自分に合ったものをこう目指すべき人みたいなのを中心に据えとくっていうのも、うん、一つ大事なことだと思いますね、はい、はい、という形でですね、はい、もういろんなところにちょっと話は行ってしまって、そうですね、はい、アシスタント時代の話と言うよりかは、はい、僕ももっともっと、うん、聞きたくなっていろんなこと聞いちゃって、はい、っていう感じ でもまあまあ僕なりのこの成長論というか、はい、僕はそういうふうに考えて今までやってきましたよっていうのは、うん、ちょっとお伝えできたんじゃないかなとは、はい、思いますんでね。
ね、はいはい、まあ、こんな中でね、はい、ちょっと何かしらね、はい、次のステップ、ね、参考になりましたら、はい、なってもらえたらなということで、はい、アズノリ TV もうちょっとね続いていくように応援も、そうですね、次また応援もよろしく、次また4年後ぐらいオリンピックのね年にやりましょう、次、あ、そうですか、ソファーが変わったら、ちなみにこれちょっとね、あ、本当ですね、エプロンなんですけど、はい、おかげさまで、はい、初回作った在庫が完売しまして、はい、完売してしまいまして、はい、はい、第2弾をね、はい、もうまた注文してますので、ちょっと、まあ、ネットの方ではね普通に、はい、注文していただければ、はい、ちょっとお待たせいただくことがあるかもしれませんけど、ね、はい、時間が長くかかるかもしれませんので、はい、普通に注文していただければ対応させていただきますので、はい、本当にねたくさんの方が買っていただきます、そうですね、はい、ありがとうございます、はいはい、これちなみに遊び期間なんでね実はね、はい、いやその僕らがあのいろいろつけて検証して使いやすさとか ね、 ねやったんですけど、まあでも一番はホルメージのメンバーね、そうですね、あのこのお店のメンバーにいろいろ聞いてもらってね、そうですね、あの開発したというか、まあ、はい、できるだけ使いやすい、ね、サロマグで使いやすいっていうのを目的に作ってますので、またね興味のある方は、そうですね、ね、はい、結構売れたからもうどんどんなんかよく見えてきたあ、いいなと思って、あ、そうですか、そうですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、ではその辺で、はい、お会いしましょう、4年後日産 TV オンラインショップやってます、日産コーコが使うコルタシザーや日産 TV オリジナルブランドタクトのアイテムを続々追加予定です。ぜひ一度覗いてみてください。